どうも皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、3月29日ね、本日 ANA がですね、 ANA リサーチっていうね、新しいサービスをですね発表いたしましたので、こちらが何なのかっていうのをですね解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、マイルで生活できる世界を具現化する第3弾ということで、今回ね、ANA リサーチっていうのが発表されました。今までですね、第1弾として ANA 電気で、第2弾がですね、ANA ポケットで、今回がですね、ANA リサーチっていう風になっております。で、今回ね、この ANA リサーチがね、まあ一体何なのかっていうのと、実際に登録までね、やっていきたいなっていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではですね、本日3月29日にですね、ANAX ニュースということで、マイルで生活できる世界を具現化する第3弾、ANA リサーチ新サービス開始ということで、こちらね、サブタイトルみたいなところに、隙間時間にアンケートを答えるだけで、マイルに交換できるポイントが貯まるということで、記載がされております。もうね、これを見ただけですね、あれっていう感じがね、ちょっとしますよね。はい、ということで、今回のね、この ANA リサーチっていうのはですね、これね、簡単に言うと ANA が運営するね、ポイントサイトっていう感じですね。まあ私がね、紹介しているハピタスとか、チョビリッチ、ポイントインカム、ニフティポイント、旧ライフメディアですね、あとポイントダウンとかね、こういったポイントサイトがありますよね。こういったところもですね、このアンケートに答えてポイントが貯まるっていうシステムは、まあどのポイントサイトもね、あるんですよね。まあ私が紹介したりですね、利用していないっていうだけで、まあポイントサイト自体にはね、そういうサービスがあるんですよね。で、この ANA リサーチっていうのもですね、この隙間時間にですね、アンケートを答えてポイントを貯めて、まあそれをね、マイルに交換することができるっていうのが、この ANA リサーチのね、新サービスっていう風になるんですよね。で、私がポイントサイトのアンケート案件っていうもの自体をね、皆さんにお勧めしないっていうのは、理由がありまして、とにかくね、めちゃめちゃコスパが悪いんですよね、このポイントサイトのアンケート案件って。使ってる時間に対して全然ポイントがもらえなかったりするんで、やっててね、これやるんだったら本当になんかモニター案件とか、まあ、クレカの発行とかもありますけども、まあ、そういった方がね、コスパがいいんですよね。ですんで一応私が紹介しているポイントサイトにもね、このアンケート自体のね、案件はあるわけなんですけども、まあ、紹介もしてないですし、私自身もね、まあ、利用してないって言った形になるんですよね。まあ、こういったね、アンケートが、まあ、中心になるんですかね、この ANA リサーチっていうのは。で、それ以外にもね、一応、あることはあるみたいなんですよね。アンケート以外にも、日記形式のアンケートだったり、オンラインインタビュー、会場調査、商品モニターということで、まあ一応ね、今後幅広くなっていく感じになるそうなんですけども、まあこういったね、サービスを、まあ、展開していくっていった形になるんですよね。で、ANA にはですね、ANA マイレージモールっていうのがありますよね。あちらも、まあ、ポイントサイトみたいな感じで、ANA マイレージモールを経由して楽天市場で購入すると、いくらに対してマイルが貯まるみたいなね、まあそういったサービスになるわけなんですけども、まあこの ANA リサーチっていうのはですね、もう完全にね、このアンケートだったり、まあ商品モニター、会場調査とかね、まあこういったのを、まあ、メインでね、利用したり、まあ、アンケートに答えたりね、インタビューに答えたりしてポイントを貯めて、それをマイルに交換するっていった形になるんですよね。ですので本当に私からすると ANA が運営するポイントサイトっていうね、まあ、印象なんですけども、まあ、本当にこれにプラスしてね、クレジットカードの案件とか出てきたら、もう完全にポイントサイトになるっていう感じですね。まあ非常にね、今後は楽しみだなっていうふうに思うんですけども、ポイントこの交換レート気になりますよね。ポイントの交換レートはこの ANA リサーチでね、貯めていただいたポイント、こちら20ポイントが8マイルにね、交換することができるサービスっていう風になるそうなんですよね。まあ非常にね、なぜ20ポイントで8マイルなのかっていうね、非常に不思議な交換レートですけども、まあこういった感じになるんですよね。またですね、この ANA リサーチで貯めたポイントっていうのは、自分でね、申請して交換していくようになるらしいんですけども、月3回ね、この交換するタイミングがあるそうで、毎月ね、10日、20日、30日にですね、申請していれば、この10日、20日、30日の23時59分にね、ポイントが抜かれて、ANA マイルの方にですね、最短5日間でね、ポイント付与がされるっていった形になるそうなんですよね。まあ、これ実際にやってませんので、まあ、実際どのくらいかかるかっていうのはわかんないんですけども、こういった感じでね、公式サイトに記載がされて
ております。で、気になる方ねいらっしゃると思うんですけども、今回ねこの ANA リサーチっていうのは、まあ、アンケートに答えて、まあ、それに対してねそのポイントをもらえて、それがポイントがマイルに交換できるっていうサービスになるわけなんですけども、まあ、個人情報がねどうなるかっていう話、ちょっと気になる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、アンケートのね内容とかはですね、個人情報が消去された状態で、まあ、商品とかサービスとかね、まあ、マーケティングにね利用されるっていった形になりますんで、まあ、個人情報がですねこのアンケートに答えたことによって、まあ、そのアンケート先にね、まあ、提供されるっていうことはねないっていった形になりますんで、この点はですね安心してね利用していただければなと思います。ということで実際にね会員登録ねしていきたいなと思うんですけども、アンケートもね一応1個ね用意されているようで、もう答えるように答えられるようにねなってるそうなんですけども、この内容に関してはね公開しちゃいけないそうなので、まあ、ひとまずね会員登録だけねお見せしていきたいなと思います。公式サイトね概要欄に載せておきますので、登録ねされたいっていう方はそちらからね登録してっていただければなと思います。でこちらね概要欄の方クリックしていただくと、ちょっとここにね画面出しておきますけども、ANA リサーチということで、好きな時間にどこからでもアンケートに答えるだけでポイントが貯まるサービスです。そして ANA リサーチでアンケートに答えて貯まったポイントはマイルに交換することができるっていった形でね記載がされておりますね。でアンケートのね種類ということで、まあこういった感じでねウェブアンケート、まあ先ほども紹介させていただきましたけども、まあこんな感じでねいろんなねアンケートだったり、オンラインインタビュー、会場調査とかね、商品モニターとか座談会とかね、まあこういったサービスを利用すると、まあポイントが貯まっていくっていった形になります。で、登録自体はですね、下の方にね、行っていただいて、このね、モニター登録無料っていうのをね、するっていうのをね、クリックしていただきます。先に行くとね、外部サイトに移行するっていうのが出て、ANA リサーチモニター登録っていうのをね、していただくと、新規会員登録のね、ページになります。まあここでね、メールアドレスとね、パスワードね、入れていただいて、次へね、行っていただきます。で次のページ行くとですね、登録したねメールアドレスの方に URL がね飛んでくるっていった形になりますんで、そちらからねログインしていただきます。でメールをね開いていただくと、こういった感じのねメールが届いておりますんで、こちらの URL をねクリックしていただきます。そうするとですね、 ANA リサーチのログイン画面になりますんで、登録したねメールアドレスとパスワードをね入力していただいて、ログインねしていただきます。でログインするとですね、 ANA マイレージクラブのね番号を入れる画面が出てきますので、こちらね間違えないようにね入れていただければなと思います。これね間違えちゃうとね、交換してもねマイルちゃんと付与されなくなってしまうみたいなので、ここは注意してください。で次にですね、アンケート会員登録ということで、まあ、性別と生年月日と居住地、あとはアンケートに関するね利用規約をね読んでいただいて、次のページに行きます。ではね、全部ログインすると、まあ、こういった画面になりまして、アンケートがね、一つ届いておりますよね。まあ、こちらね、まあ、やっていただくと、3ポイントをね、獲得することができるっていった形になります。で、ちょっとね、この ANA リサーチのね、中をちょこちょこ見てたんですけども、まだね、このサービス自体がね、まだ始まったばっかりっていう風になりますんで、ほとんどね、他のアンケートとかもね、まだ来ておりませんので、まあ、今後ね、増えていくかなっていう風に思うわけなんですけども、まあ、どういった感じでね、利用できるんでしょうね。本当にねこのポイント付与がね、まあ、すごい良かったらね非常にいいサイトになり得るんですけども、まあ個人的にはね結構渋いんじゃないかななんていうふうに思ってるんですけども、まあこれ20ポイント貯めたら8マイルに交換することができますんで、まあ簡単に20ポイントね貯めれるようなサービスであればね、かなり神サービスになると思うんですけども、まあでもねちょっと無料のサービスっていうふうになりますんで、まあ結構ね難しいんじゃないかな、厳しめのねポイント付与になるんじゃないかななんて予想してるんですけども、まあ今後ね、まあサービスまだ始まったばっかりなんでね、今後にね期待したいと思います。ということで今回ですね、 ANA が新しい新サービス ANA リサーチをね発表いたしましたので、解説させていただいたわけなんですけども、まさかね ANA がポイ活に入ってくるとは思わなかったですね。こちらね公式サイトなんですけども、隙間時間等で気軽にマイルを貯めるポイ活始めませんかっていうね文言があるんで、まあこれ見た時にね、あ、とうとう ANA もポイントサイト運営し始めたんだなっていうことで、まあ、結構びっくりしましたね。まあ ANA はねマイルで生活できる世界をね具現化っていうのをね今目指して、いろいろねいろんなサービスをね始めておりますんで、まあ、今回のこの ANA リサーチもねその一
つということで、今後ね ANA マイルをね貯めるいいツールになればね本当にいいですよね。ちょっとクレジットカード案件とかね入れてこないんですかね。まあそういうのがね入ってくればね本当に、まあこれポイント交換レートが20ポイント8マイルということで、また分かりづらい感じになってしまうんですけども、まあでも30分とかね20分とか15分とかかかるそのアンケートで、まあ、どのぐらいのポイントがもらえるのかっていうので、まあ、このコスパもね変わってきますんで、まあ、ちょっと期待したいですけどもね、どんな感じになるかね非常に楽しみですね。またね今回アンケートしか今ないですけども、まあ、今後はね商品モニターとかもあるっていうのがありますんで、まあ、これ本当に普通のポイントサイトの点ためみたいな感じになるんじゃないかななんていうふうに思いますので、 100% アンケートもねもしかしたらここで出てくるかもしれないですね。ちょっとね見た感じだとね非常に楽しみなねサービスだなっていうふうに思いますので、まあ、皆さんもねぜひね会員登録がね無料でできますんで、ぜひねやっていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。